お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらの夢のね、もうドラゴンデッキでございますと、まあ、いうところで、バルーンデッキなんですけども、なんかね、ヒーラーだったりドラゴン3体いたりというちょっとね変わった、バルーンデッキを紹介したいなと思います。これ海外でも有名なね、アナバンっていう人がこう最近すごい使ってる、愛用してるデッキなんですけども、もうドラゴン3体入れたならね、もうスケドラまで入れて、もうドラゴン4体入れちゃえばいいじゃんって、ね、まあ、感じなんですけど、まあさすがにそれはね、多分弱いと、まあ、いう謎のね、マジレスを、自分していきつつ、ちょっとね、今日グラチャルの方でね、やっていければいいかなと、お、今時刻が1、2、3ですね。これは何かいいことが起きる香りが、まあ、するんですけども、バルーンでヒーラー、そしてニコスのスペルとかがないですね。トルネフリーズの、今回スペル編成といったところで、ちょっとね、まあ、尖ってる感じなんですけど、まあ、使い方としては、まあ、後ろからやっぱ空ユニットを割いて、で、その空ユニット防衛余ったら、まあ、それの前にヒーラーつけて、で、相手が何か対応してきたら、まあ、そのヒーラーの回復で、まあ、そのドラゴンたちが回復するよねっていう。で、まあ、こっちが対空多いので、僕が対空出して、相手がそれに対してまた対空関係のユニット合わせたりを繰り返してると、多分、いつかね、相手の対空が切れると言いますか。まあ、チャンスが多分、いつかね、来るので、そのタイミングで、まあ、バルーン飛ばして、そしてはさらに攻め取るね、フリーズだったり、まあ、いろんな感じでできるのかなと思います。というわけで、さあ、ここはインドレで防衛していくよね、と。あーで、ここはね、ちょっと、バルーン、フリーズバルーン、フリーズトルネで、よいしょ、防衛します。よいしょ、おい、あ、待って、やばい、危ない、あー、キングギドっておきますね。あぶねー、ちょっとね、怖いですね。これ、バルーン飛ばされたら終わります。終わります。っていう感じで飛ばされたくないんですけど、飛ばされる。まあまあまあ。でヒースピでベビーを回復してあげようとするものの回復できない。おい、待って。ああ、一旦ね、耐えたのがでかいのと、謎にヒーラーが殴ってダメアド取れてるって感じですね。はい。よいしょ、さあ、タワーのダメージがなかなか、あれですね、あんま触れないとこ、という感じなんですけど。最後で、マスケがいる高回転ボムタワーバルーンとかの可能性ありますね。はい。なので、まあ、攻めトルネとかチェーンとかでヒーラーライドラの、まあ、トルネであの辺をね巻き込んで処理できれば、このチェーンでね処理したいですよね。でもう引っ張っちゃって処理していくと。でこれなんなら残ってるのにこういうところでバルーンつけてあげるだけで、まあ、相手としては苦しいんじゃない仮説を唱えたいんですけど、綺麗に防衛されていきそうですね。さあ、おい、多分攻めフリーズまでできないと、まあ、相手こ、てか今回このデッキにはランバーとかレイジーのね、まあ、力押しっていうのができないので、よいしょ。まあそういうところでは、ちょっとね、難しいですね。形をしっかり組んだりしないと、攻めが通んないのかなというところですね。で、相手のマスキが厄介なので、まあ、やっぱ攻め取るねで引っ張るとかですかね。よいしょ。で、逆サイにインドラとか咲きつつ、そっちにユニット咲かせつつのこっちを攻めるっていう感じですね。ふぅ。いやーこれ。あのマスク嫌なので、もう引っ張っちゃって先に処理して。ワンチャンこれフリーズ。あ、でも、いや、インドラにフリーズですね、これ。よいしょ、来た。これ。バルーンデッキでも何でもないんですけど、このインドラデッキのよくあるあるですね。よいしょ。あーとか言ってワンチャン持っていかれそう。これヒースペーちょっと回復してあげつつ、フリーズ防衛したいですね。もうこれフリーズで耐えれます。キングがそう、バルーンに向いた瞬間にフリーズで固めてあげて、お願い、オッケー、いい防衛ですね。このドラゴン3体の強みがね、1試合目から見れたんじゃないかなと思います。相手がやっぱ対空マスケとボムタワー。まあ、なので、こうドラゴンをこう両サイドから割いていくと、やっぱどっちかにしかね、マスクとか下げないよね、と。言ったところで、インドの防衛が薄くなって、いい感じにね、フリーズで狙っていくと。まあ、いうところで、まあ、ああいう勝ち方もね、あるのだな、という学びですね。そう。相手の名前独特だな。
ピン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 って感じの名前なんですけど、ヒースピー、そうそうそう、後ろからね、基本芋ですね、芋っていうか、まあ守ってカウンター後ろから割いて、まあ、8枚対決攻め取るねとかで制して勝ってみたいな感じかな。これラバとか引けたらめっちゃ美味しいっすよね。インドラ、ライドラ、もう一個何ドラだっけ、忘れた、ベビーか、ベビー、さすがにラバには負けないんじゃないかなと思うんですけど。さあトリトン、スパーキーか、あーロイジャイですね、ロイジャイ、ハンターロイジャイ、ハンターエレキかハンターベビカにや、スケドラによって、まあ、僕のインフェルノドラゴンの働き声が変わるんですけど、さあ相手はこうソロ対決を勝ちに行く、うっ、やべ、これさすがにベビのこの、あ、攻め取るねを使いつつ、でここヒースピでね、あ待ってヒースピ無能、やばい、無能とか言って、ごめん俺の使い方が多分下手だった。いや、いて、今のヒースピ決まってれば多分ドラドラ残ってるんですよね。まあそういう細かいところ気をつけたいですね。で、親衛隊2体で700ぐらいダメージ受けてるのも、ちょっと痛いですね。スキドラハンターの親衛隊トリトン、何のデッキぞやって感じですね。これハンターいんのか。一旦おとなしく守ります。一旦なんか飛んできたんで、これはおとなしく守りたいと思いますね。で、ハンターかな。お、これワンチャンある。これさっきと同じだ。ちょっと待って。おー、ギョ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 。いや、でかい。え？さてはこれ、バルーンデッキじゃねえ。実はね、今みたいな感じで、もう一生、そういう攻めを通すデッキなのかもしれないですね。あー、これフリーズいらないっすね。許容して、ここで、なんならこのカウンターね、30室が来るのかな、これ。これでワンチャン攻め取るので全部巻き込めれるっていう。この、うらん、全然攻め取るので微妙なんだけど。いい、ヒーラーでめっちゃ回復してる。え、ヒーラーどこ行った？いねえのかも。いい、やば、めっちゃ入る。さすがに、やばくない？このデッキ、めっちゃ強いじゃん。多分なんだけど。これも防衛フリーズしとけば終わりかな。インド取るでもありますし、インドフリーズもあるので。バッキン、いやー、いいっすね。やっぱドラゴン後ろから3体避けるとなると、まあ、1体やっぱあんな感じハンターとか使うじゃないですか。で大事なハンター使ったら、まあ、逆サイぶっ刺さりゲーミングですよ。いやー、でもしハンターとかいても攻め取るねで手前に引いたりとか、トルネードで逆サイに持っていったりだとか、まあ、トルネフリーズで全部まとめてあげると、まあ、どんだけ最後なんだろうね、ダメージをされてても、まあ、最後にワンパンね、フルカウンター大逆転っていうのも、まあ、できるのかなと思いますね。よいしょ、まあ、陸気がちょっときついので、相手がペッカタンとかだと気持ちね、そうですね、ペッカタンですね、今回。ちょっと厄介な気もするんですけど、どうでしょうかというわけで、さあこの近畿道はね、でかいですね。後半につながっていきます。エレクトロウィザーですね。この歴を、まあ、ライドラかベビーで処理したらバルーンつけちゃいたいですね。ああ、これな、もうこれが痛いですからね、僕としては。で、これにもうバルーンつけたら正直勝ちな気がしますね。マジアチャか三角なので、ああ、ベビーで、そうですね、マジアチャ。いいのですね。で、陸がないんですけど、おい、オッケー、いや、カメリ、もう一発落ちて、お前。オッケー、いい。このゴーストはキング起動してるので、共有できますね。で、これは守れないですね。何のユニット出してもおられるんで、一旦無視して、まあ、あとは1670を芋で守りつつ、どうにか攻めていきたい感じですね。一応真ん中のユニットも警戒するけど、ユーノゴースト咲いてるので、まあ、いないかなという感じですかね。いやー、これね、痛えけど、戦える気もするんですよね。いや、これライドラ咲いたらダメか。ライドラめっちゃ大事っすね、さては。気づいた。これちょっと手前にね、できるだけダメージをね、抑えていきたい。よいしょ。で、ヒーラーでライドラ回復してあげてんな。あ、いい、向いた。え、めっちゃいい、ライドラお前。やば。あ、待って、ドラゴン3体。いや、これね、
誰もが見たかった絵ですよね。あ、僕が見なかっただけかもしれないんですけど。オッケーオッケーオッケー。でも許容してあげて、一発ぐらい、一発ぐらいくれてやって、もう空でね、マジアチャ来たら攻めとるね。いや、攻めとるんじゃねえかったか。フリーズか？うわー、めっちゃいい棒される。うわ、いい棒っぽいだな。やりますね。さあ。マジアちゃんはいない。これもう行っていいな。行っちゃいます。最悪防衛フリーズで。よいしょ。で、残りもう時間ないので、フリーズパッキンして、あと祈るだけ。真ん中にのだけ構えて、来た来た、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。これね、これちょっとすごくないです。すごい、せこい。ちょっとせこいですよね。もう最後攻めちゃったもん勝ちみたいなとこあったんですけど、夢のドラゴン3体見れたのは、個人的にはマジで、なんかいいっすね。美しい、そしてこのデッキは。めっちゃ楽しいっすね、このデッキ。このデッキで、なんか世界マジで10何位とか、トップまで行ってるんですよ。ワンチャン、可能性がすぐありそうですね。いや、なんか、ドラゴン3体お前ネタやんけと思うかもしれないんですけど、とか僕がね、一番なんなら思ってたんですけど、ちょっとね、強い説がね、すごい。まあ、あるので皆さんね、ぜひ、使ってみては、いかがでしょうかと、まあ、いうところで今日はね、終わろうかなと思います。今シーズンあとどんぐらいなんだろう。あと5日？待って、5日しかね、全然なんかそんな感じがしてなかったんですけど、まあ、残り5日ね、マルチの方も頑張っていきたいと思います。リーグも次の土曜日かな、日本対決ですね。ポノス対ファブがあるので、まあ、ぜひね、日本戦、見てみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録と高評価とね、コメントの方もよろしくお願いします。最近チャンネル登録者数がちょっとずつね、伸びてきててめちゃくちゃ嬉しいんでね、まだしてないよって方はぜひよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。